して6月の今月の6月の20日の日にふっと立ち上がろうとしたらもう言語障害言葉が出らない左手左足はもう動かないしそれでこれはもう自分で脳梗塞やったんだなというのが分かりましてすぐ救急車を呼んでいただいてそして、福岡の方、病院の方に入ってそして検査の結果は血管の一番怖いところである酪膜梗塞という診断が出まして処置が早かったためかいわゆる血清溶解の点滴をしまして、5時間後には言葉が出るようになりましたけどそしてその後徐々に、手と足のもう回復をして、初めは車椅子、それからバスバズへそして、退院がですね6月20日に、発症しましてそして7月の15日にはもう退院していいだろうということで、再入しまして7月の20日から、まあ、自分でもリハビリのつもりですと思って、会議をまた始めましてぼちぼち患者さんを見ながら自分で、扱ってますけどどうも言語障害はもう取りましたですけど手とこの足がですまだまだちょっと沈和しまして特に階段を降りるときが怖いものですから一方の踏み出しがですねちょっと踏み出して少し行くとちょっと歩いてない、はい、それはどっちかどういうふうに割りにくおかしいですね向こうに向こうに来て右左足はどっちですかこっち左です左左に左手です右は全然どうでもいい。右はどうのこと。はい。で、左足左腕ですか。そうですか。じゃあ向かう。じゃあ歩き始めはちょっと脳の中でこうバランスを考えながらせんと足がこう出らないんです。それで血をついて、あとはこう強い足をこういうふうな歩き方をやります。じゃあこっち座ってな。座って。寒いですか。はい、寝ます。はい、寝ます。秋吉先生、右の脳梗塞ですね。そうです。で、左の麻痺ですね。ですね。あと、失語ですね。はい。言葉が。失語障害はその時はもうあったんですけど、血清溶解剤を点滴に、この、そぎるのか入れてもらってですね。そして、あれは6時間以内ですもんね。そういう6時間過ぎたらもうそれができないから、もう、もう血清の、いわゆる脳梗塞はもう時間が決めてるって言われて、それで処置が早かったんですよ。そして、これで自分の人生がこれで終わったと思いましたの。はい、その時は。で、ちょっと、キリストの字は勉強したんですよ。キリストの字は。しました。ブッダハートもありました。しました。うん、まあ、キリストの字は治療はできないですけど、私はそれを応用したんですよ、それは応用もできるかしら。それは、まず上から見れば右ですよ。右の脈管機能障害、右の脈管機能障害で出るのは右側で出るんですよ。いつものあれでいくと右の脈管機能障害の影響は右で出てる。で、今実際には右の脳梗塞系、脈管機能障害と脳梗塞系のつながりは今 10% です。だから脈管機能障害が脳梗塞を起こす、そのずっと前、今回は今朝とおっしゃったけども、今回は1、2、3、4、5、5日前です。5日前に脈管機能障害を起こしてるんですよ。右側で、脈管機能障害と起こってて、それは動脈、静脈、リンパもそうですけど、そういう管ですよ。肝のシステムのトラブルが起こってたんです、5日間前から起こってて、で、今朝それが脳梗塞という形で顔を出したんですよ。で、今、脈管機能障害で探す限りは右側ですよ。私が言ってるのは
脳梗塞の影響を言ってるわけじゃなくて、私が言ってるのは脈管機能障害です。脈管機能障害でいくと右側ですから、上から下まで右側です。さすがですよ。頭皮は見ると左側に動きます。右側が動いてない。どうぞ来てください。そうですね、左側こうです。ここの動き、ここが前に行かない、これは行きます。それから首ですね、首は左側、右がないですね、左がまああります。でそれで今度は立っていれば、はい、大丈夫ですか。で今度は腕ですよ。腕を普通にして、これを張ると普通にダンプしたんですよ。普通にして、お、抜けてますよね。抜けてる。こちらは抜けてない。さっきの動きが動いてる。座って、これが今病院で言われているのは脳梗塞、右側で血管が、小さいのが細いのが詰まったことによって起こっている状態ですよということだけども、その前にそういう状態になるのがすでにもうありましたよと、っていう、これは今起こっているのは脳梗塞というのは6月でしたから、6月何日ですか。6月何日でした。6月20日です。しっかり20日の朝、はい、6月の20日の1ヶ月前、6月だから4月です。4月のもうというのも3月の末です。3月の末に脈管機能障害が右側で起こってたんです。それがあって放置することで結局詰まって脳梗塞になった。だから脳梗塞になる前にすでにもう1年も2年も5年も前から脈管機能障害っていうのはもう起こってるんです。そういう状態があるんです。それがある時突然パッとそういう問題を起こすという、それは脈管機能不調が起こすと脳梗塞だけじゃなくて脳出血もそうです。そういう血管系の問題を起こすんですけども、脈管系ですけどというのがあって放置することで、だそれが普段からチェックしてれば、あ、おかしいなと、でそれが、分かれば、じゃあそれが解消することをやってれば通過しできたんですよとか、それが分からないで放置することで結局脳梗塞という状態になっちゃったということなんですけども、で今見ると右側の脈管系の障害があるのは今回じゃなくて3月の末に起こったのがまだ残っているという状態ということは、その後倒れた、脳梗塞で倒れることになったんだけど、その前に2ヶ月以上前にあった脈管系の障害がまだ治ってないんですよ。それが原因という、そのもっと前に起こってたのは支持骨です。支持骨のトラブルを起こすと、そのうち重力バランス軸のトラブルを起こします。で支持骨が、は左の第一子中足骨の筋部の外側 INP、 先ほどと一緒でしょ、うん、のが、先にあって、それが起こすことで放置することで今度は重力バランス軸がついて、それは右 EX の 5P です。でそれがトラブルを起こすことで脈管機能障害を起こしたんです。で第一子中足骨、ここが遠位部ですよね。こっちが第一結束骨、これがこの前が筋部、この内側です。これが内側、これが外側ですから、これ内側、中足骨がこれ、これジョイントはここがあるでしょ、ここがジョイントはここ、ジョイントはここです。あ、ここですかね。ここが第一結束骨、はいはい、ちょっとしてますよね、はい、第一結束骨で、こいつは中足骨ですね、はいはいはい、これがここに引っかかりがあります。中足骨のこの一部、こうです。これを IN の5度後ろで手を振ってきて、でしっかり止めて、今ので1,2,3,4,5割良くなってるというわけ、うん、じゃあ何が5割良くなってるか、じゃあ足を下ろして、で今度歩きます。立ってそのまま歩いて、なんか軽くなりましたね。足が軽くなりました。左右差がないです。
いっぱい弾いてる。上がりが。そう、上がりだしたね。はい、これ引きずらない。引きずらないですね。いいよな。いい理由がですね。はい。ちょっと左右のバランスがまだ違いですね。うん、どうですか。はい。足が軽くなりました。で、座って。これが5割ですよ。で、手上げて。まだ頭の中で、なんか重たいような。それから呼吸はちょっと浅いような感じ。しっかり。左の上下、右。上がね、上がちょっと詰まってますよね。で、それは重力バランス軸の EX と P。はい。一緒。はい。肺も一緒。肺も一緒。ですから、今度は重力バランス軸ですよ。で、今度は足を上に。もっと前。そう、ここ、こうですね。重力バランス軸は右 EX5P。右 EX5P ですから、胸骨。胸骨を右 EX5P。右 EX5P。胸骨を右 EX5P。で、手上げて、で、これで、1、2、3、4、5、6、7、8、9割ですよ。もう9割出てる。で、どうなるか、もう大体分かってるわけですよ。で、降りて。あ、手は触れます。あ、今度は手が触れます。手が向いてきたわけね。はい。で、こう、どうですか、こう。力が入ってきた。杖を。感覚はちょっと。こういうことです。杖を取って、先との違い。杖はもういりません。杖いらないの。はぁ、あまり違うのか。引きずりが。ないですね。はい。だいぶ違う、うん。じゃあ、こっち座って。で、手を挙げて、これが1、2、3、4、5、6、7、8、9ですよ。これでどう？うちまで走って帰れそうですね。もう大体 100% いいみたいですよ。あ、そうです。今ので。あ、今のでね。スワーッとしました。ですよ。だから一番正直なのは本人がね、そういう意味においても、体だけじゃなくて、もう本当に明日からやる気があるかどうかっていうことに関しては、本人しか分からないわけだから、本人が言うことが真実であって、こちらがいくら言おうがダメですよ。本人が100と言わないと。今100。100です。OK ですよ。今 OK です。その目的でやったわけですから。今はもう、エネルギーが出ました。で、どうでした今、体験してみて、感想は。もう、来てよかったです。